ナミさんお疲れ様です馬久保ですすあの最近ねそのヒゲについてね結構こう解説が <laughs> 私なりにスムーズになってきたんでちょっとたまーにヒゲ解説動画を上げてるんですけどもそれまではねヒゲと実体の違いっていまいち分からなかったんですよ。で分かっていてもどういう風に伝えれば分かりやすいかなってことが分からなかったんですよね。まあけど真剣に ポイントを押さえて伝えていこうと思ったらまあ分かるもんですよねそうなんですよヒゲっていうのはですねずっとポジションを貯めていた上級者の方が一気に決済するところなんで決済する口座数こそは少ないんですけどもその金額がでかいんですよねだから分かったところがありますもちろんヒゲっていうのは一定の時間内で上振れしたところと下振れしたところが出てますんでそればかりではないんですけどもまあね長いヒゲになるとね 実態が短くてヒゲが長いってことになると、それはですね、多くの方が取り残されていて決済できなかったところに、上級者だけが狙ったように、ずっと前からあったポジションを狙い通りの利確ポイントで全部決済したと。しかもこれ追撃もしてると思うんですよ。要するに、例えばですね、100円でエントリーする。100 う 1>, 1円でエントリーする102円でエントリーするっていう風にどんどん追撃して試したのを105円で一気に解放するみたいなね全部決済するだからロスカットを食らう人が結構多いと思うんですよ中級者以下の方でね初級者の方も全員ロスカットですよねまあそういう風なこといろいろそういえばそんなことがあったなーって意味が分かってきたなーっていうのでまあ最近はねヒゲ解説したんですけども別のヒゲ解説もねあるとは思うんですけども一番最初にヒゲについて理解する すれば私が今お話ししていることなんていうのは可能かと思っております。えー、本当にね、答え合わせができるのかなと思うと、ちょっと助かりますね。そううじゃないよこうだよっていうね、メッセージがいずれ届くと思いますので、その時また私も一緒に勉強していこうかと思います。じゃあ、スキャルピンクの動画、2つとも掲載を一気にさせてもらいますんで、今後もよろしくお願いします、ナさん。いってらっしゃい。